古内義女漢文13年6月12日は、江戸時代前期の仙台藩だて家の家臣仙。仙台藩奉行。通称は島。価格は着座。古内義女の墓官営8年、岩沼古内家の別家で、岩沼古内家の祖、古内佐熱綱の次男、古内義金の子として生まれる。女王元年に、父の古内義金、明暦元年には、母が亡くなり、 次元寺を混流して、母体を弔う。万治三年に表情役、漢文六年には、武行に昇進し、六三千二百八十三国となる。漢文九年に、弟の古内吉らに分治して、別家とし、横沢伊藩にも分治する。漢文十一年三月、大老、堺忠清の屋敷で、伊達宗重と、 だて、伊達総理の所領紛争の裁判を行っている時に、刀傷事件が発生した。古内義代も、国老商人として招集されていたが、運よく、席を外していて、難を免れた。その後、宇和島判定に止め置かれたが、起産許可が得られ、仙台藩へは10月に帰国した。その後、病を患い、漢文13年6月12日、病にて没した。 去年43。墓所は仙台市の次元寺。開名は領主因伝前修士市一元宗成功寺。ありがとうございます。